はい、こんにちはロキです。え今回はですね、え僕のカメラのコンサル生の方からですね、まあ嬉しいメッセージをいただきましたので、そちらのまあシェアをさせていただこうというふうに思います。えまずメッセージを読ませていただきます。 月半ばは1月2月ともにピタッと売れなかったのですが毎日何かしら1個は売れてくれていてさらに利益が伸びてきていますそれからお金の本質が見えてきていてこれも大きな財産ですというのも今までの雇われて給料をもらう稼ぎ方はお金に対する認識があまりなかったかもしれません こうして自分で稼ぐという行動をしてみて、初めて見えたこと、感じたことがたくさんあって、やっとビジネス書の言っていることがわかるようになりました。頭で理解しているのと体感しているとの違いを感じます。ネットビジネスなので、お客様の顔は見えないけど、一人一人に対して丁寧に向き合って、さらに私自身も成長していけるように、新たな提案ができるように、カメラの知識も増やしていきたいと思っています。 あのおお店ならら安心してもらえるる、という信頼がお金に変わるそのことを強く実感しています信用信頼を可視化したものがお金信用信頼イコール愛イコールお金ということだったんですねますます信頼してもらえるように頑張りますということですねでこちらの方はですね、まあ、前回、えー、僕が音声を取らせていただいた方なんですね カメラ転売を始めて,初めて月半ばで利益10万円以上を達成しましたという動画を撮ったんですけれどもその方になるんですがその音声を撮ったらですね、そのお返事ということでですね、今回のようなメッセージをいただいたんですねでこの中でですね、非常に僕は、ね、あの嬉しいなというか感じていただけてよかったなということがあるんですよそれはお金の本質が見えてきたというところですよね まお金の本質が見えてきたとということなんですよでやっぱり単純にですね、まあ、物販をやって、まあ、仕入れて売るということだけにとらわれて、えーまあ、お金を稼ぐということをやっているとなかなかここには気づけないんですよね、まあ、単純に仕入れて売るだけにフォーカスして作業だけにフォーカスしていったらこの気づきっていうのは絶対に生まれないんですよ。うん やっぱり、まあ、お金っていうのは、ね、実際にどういうものなのかっていうことを、まあ、深く深く考えていって、まあ、そして、えー、まあネットビジネスということで、ね、この方が言っている通りに、まあ、ネットで物を販売しているわけなんで、まあ、お客様の顔っていうのが一切見えないわけですよね、相手がどんな表情をして、まあ、自分の商品を選んでくれたのかとかどういうふうに悩んだ結果自分の商品を、ねえー、選択してくれた、まあ、数ある商品がたくさんあるわけですよ。 他にもライバルセーラーがたくさんいてその中でも自分の商品を買ってくれたということはなぜ、ね、なのだろうかということを、ね、考えていったからこういうことに気づけるようになってきたわけですよねただ単純に、まあ、出品しましたと、まあ、テンプレートに、ね、説明書きを書いて適当に写真を撮って出品しました、ね、それでたまたま売れましたということではなくてそこに対しての、まあ、やっぱ考えというか 意識がいったからあお金の本質が見えてきたんだと思うんですよ。うん、で、まあ、こういったことってのは本当に大切なことなんですよねで、まあ、一人一人に対して丁寧に向き合って、さらに自分自身も成長していけるようにということでね、えー、頑張っていきたいというふうに、ねえー、意思表明をしていただいたんですけれども、こういうことに気づいていくと、 あの物販だけじゃなくてね他のビジネスをやり始めたとしてもお客様に何らかの価値をね提供することができるようになりますしやっぱり感謝してお金を受け取ることができるようになるということですよね、すごいいいループに入ってくるんですよ、やっぱりそのお金を受け取る受け取り方っていうのもたくさんあるわけですよね、簡単に言えばあの極端な話、ねまあ人を悲しい思いをさせてお金を取るっていう方法もあるわけですよ。 いわゆる詐欺師がやっていることですよね、えー、価値を何かしらの価値を提供するという考えとか気持ちは全くなくて、単純にお金だけを取ろうとするという考えで、ね、お金を受け取ろうとすると当然、ね、えーまあ、感謝というものは一切ないわけですよ、価値提供がゼロであれば、当然、ね、お金だけもらっているということであれば、ね、何の感謝の気持ちというのはないわけですよね。 むしろマイナスのネガティブな感情をね与えてしまうだけということになるわけですから、まあ、そういうふうにお金を稼ぐってことも当然できるし、まあ、今回の気づきのようにね顔が見えないけどもちゃんと丁寧に対応していったりとか、まあ、顔が見えないお客様がどういう商品をね気に入ってくれるのかっていうことを考えていったりとか。まあ、そういういね ポジティブなエネルギーをもとにお金を受け取れるようになってくると、同じお金を稼ぐっていうことなんですけれども、全然そのね幸福度だったり、自分自身の成長の度合いというか、全く変わってくるわけなんですよ。 なのでせっかくお金を受け取ると同じようにお金を受け取る行為なんですけどこういうことを感じていきながらお金を受け取れるようになるのかそれともねただ単にお金だけ自分がねお金を受け取ることだけを考えてお金稼ぎをしていくのかっていうのを考えたときにねビジネスっていうのは1年、2年で終わる話じゃないんですよ、それこそ10年、20年ね持続的に成長していきたいと考えているんであれば。 あのもちろんね人間関係というのは切っても切れないわけですよね、お金を払ってくれるのは誰ですかって言ったらロボットじゃないんですよ、ね、人間が人にお金を払ってくれるわけですよね、必ず何かしら人間が関わってくるってことなんですよ、だからネットっていう機械、ですよねある意味デジタルな機械を通して購入ボタンを押してくれているから、ついつい相手の顔だったり、人がそこにね、 必ず最終的には人がお金を払ってくれているということを、ね、忘れてしまいがちなんですけど、そこをやっぱり意識してビジネスをやっているのであれば、もうこれはリアルビジネスをやったとしてもうまくいくきっかけがつかめるということですよね。そそししててやっぱりうういうふうにに、ね、相手に対して価値を何か 与えてあげるためにはどうすればいいんだろうとか、どういうふうにね、えー、価値を感じてもらえるようになるんだろうとか、いい気づきを得てもらえるんだろうとかね、何かしらのその価値提供のする気持ちっていうのがあれば、その気持ちっていうのは自然とお金に変わっていくということになりますので、非常にね、えー、良い気づきを得られたんじゃないかなというふうに感じています。これは本当にビジネスをやっている上で、えー、この部分ですよね、えー、ここのお金の価値っていうものというか、お金っいうのは何なのかっいうこと。 本当に気づけるかどうかで、まあ、やっぱり自分の身の周りに、ね、お金を運んできやすくなるというかお金を引き寄せやすくなるわけなのでこういう気づきっていうのは非常に大切なことなんじゃないかなというふうに感じてますだからも,うもちろんカメラ転売っていうねカメラを販売するっていうビジネスなんですけれどもこのお金っていうものがね、えー、何なのかっていう根本的な部分に気づけたというのは 本当に素晴らしいことなんじゃないかなという,ふうに感じたので、まあ、今回は、ねえー、シェアしてみようということで、まあ、1本動画を撮ってみました、で本当に、ね、たくさん、やっぱりこの方も言ってましたけど、まあ、今まではサラリーマンで働いていて、お金を、ねえーまあ、時間で受け取るということをしていたわけですよね、1日8時間、まあ、会社に勤めたのであれば、その時間の対価として、 えー、お金をもらううとといいことをしていたわけけなんですけれどももちろんそのときにはね、えー、そういった気づきいろんな気づきあったと思うんですが実際にゼロから自分自身で、まあ、ビジネスをしてゼロから、ね、100円、200円、1000円、1万円っていうのを稼いでいくということをやったときにまた新たな気づきが生まれてきたわけだと思うんですよね。うん、ただ、なんとなくやってたらお金っていうのは受け取れないということをね勉強したと思うんですよ。でこれによっってやっぱり いろんな気づきが得られて、えー、もうとにかく自分でビジネスをやっている人っていうのは、ね、自分が成長していかなかったら利益っていうのは増えていかないわけなんですよ、うん、あの明らかに自分が成長してないのにお金だけが増えていくっていうんだったら、何か、ね、おかしなことをやってるということですよね、自己成長があって、その自己成長に見合った何らかの対価っていうのが得られるわけです、何かの価値提供ができる幅が増えるから、当然、受け取れるお金の金額っていうのも大きくなるわけですよね。 そういったことを基礎として、体感として、ね、ただ本でビジネス書で読んで、なんとなくそういうことなんだっていうんじゃなくて、しっかりと負に落としていけたということであれば、ここからはねその気持ちを忘れずに、ど,どんどん毎日やることをねコツ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 と淡々と積み上げていくということだけになってくると思うので、非常にう嬉しいメッセージでしたということです。 今回の動画があなたの何かの良い気づきになったということであれば高評価、SNS 等への動画拡散をよろしくお願いします。チャンネル登録いただきますと新着動画の通知が届きますのでぜひよろしくお願いします。動画の下記にメルマガ登録 URL もありますのでメルマガ登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。